前往洛马州的乘客，请在上指站转车。This train will stop service at Lo Wu. Passengers for Lok Ma Chau, please change trains at Sheng Shui. 请先让乘客落车，请先让乘客下车。Please.深圳に着きましたけど、こんな感じですね。なんとシャワー付きでございます。これでお値段が、98元だ。200元渡して100元はデポジットだって言われたんだけど、っていうことは98元かもしかしてじゃあ98元かもしれない。ってことはこれ2000円ですよ。これ2000円、すごいね。っていうか昨日の昨日のなんちゃかゲストハウスよりも、クオリティ高いよね。室内にバスとトイレがある、クオリティ高いくて、しかもベッドも2人分だから、2人分っていうかシングルベッドだけど、ってかなんていうのこういうのでかいやつだけど、それでも半額だよ。半額ってか半額以下だよね。いやー、あざすって感じですね。で、明日はですね、明日の夕方出発して、まあ夜行列車でグイリンベイまでですね、行こうと思います。こんな感じです。はい、これ、固いベッドの下段が取れました。結構席空いてましたね。 273.5 円です。ので、まあちょっと高えなちょっと高え気もするけど、まあこんなもんでしょう。いや、もともとはね、インゾーで行こうかなと思ったんだけど、ちょっとね、なんかあまりにもさ、このベッド席が空いてたから、なんか空いてんのに取んねえな、もったいねえなと思って、取ってしまったんだけど。でも値段倍になります。座席だったら半額で行けたんだけど、でもやっぱり一週間、これ、ちょっとこれをさ、引くんだろうね。行くんだろうけど、これちゃんと水来るかな。ちょっと一回引っ張ってみますけど気持ち悪い。ちゃんと流れましたね。流れたよ。ちょっとしたら溜まるのかな。自分で貯めろってことか、これは。そういうことかもしれない。自分で貯める方式なのか。はい、というわけで、まあ、こういうの結構あるんで今日は基本的に結構普通でした。なんか普通すぎて、あんまりなんかなんだろう、撮るところがなかったですいや、まあそうではあるんだけど、ただまあちょっとやばいところもありはしましたけど、まあやっぱりやばいところではカメラ出せないのでちょっとね、結局何も撮れてないんですけど、このデパートはまあ深圳に来たらとりあえず行っときなよみたいな風にですね、まあどっかに書いてあったんで、まあじゃあ近いしね、
とりあえず行ってみるかと思って行ったら中がめちゃめちゃカオスでした。中はやばいです。なんかね、謎のドローンみたいな物体が飛び回ってたり、なんかこう人々がね、セグウェイのあの持つ棒がないバージョンみたいなね、こう土台の部分だけでなんかブーンって動いてたりね、あと謎の客引きがあったり、しかもまあ店員はみんなスマホいじってるしさ、あれなんか売る気あんのがね。しかも服屋とかね、なんかメガネ屋とか靴屋とかなんかそんな感じのばっかりなんだけどさ、どこも似たようなものばっかり売ってるわけ。あれ1個でも今までに売れたことがあるのか聞いてみたいくらいね、なんか謎の空間でした。セブンイレブンでこんなものを買ってきました。ハニー&バターと書いてますけど、こちら8元でした。ちょっと高いかなって感じですね。ちょっとっていうかだいぶ高いかなって感じだけど、まあ普通のポテチだね。どれどれ、美味しいですよ。普通にこれは日本でも売ってほしいんだけど、はい、そんなこんなでシェンジェンはいいとこです。はい、はい、じゃあそんな感じです。おやすみ。